ヨハン・ショップ・ヨハン・ショップは、ドイツの作曲家、バイオリニスト、ハンブルク出身。1614年、ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル校の宮廷楽団の学士となり、バイオリン、リュート、トランペット、シンクを担当した。1615年に、コペンハーゲンのクリスチャン4世の宮廷に移ったが、1619年に、薬病の流行により、ハンブルクに戻った。 ハンブルクでは、市の音楽監督を務め、さらに聖夜コビ教会のオルガニストも兼ねた。1634年、デンマークのクリスチャン王大使の結婚式のため、ハインリッヒシュッツと共にコペンハーゲンを訪問し、演奏を披露した。クリスチャン4世は彼をコペンハーゲンに引き留めようと、したが失敗に終わった。バイオリンの名手として知られ、その名声は、ハンブルクを超えて知られていた。 4世から6世のバイオリン音楽を出版し、そのうちいくつかは、ベスト・ファー・レン条約締結の祝典で演奏された。ハンブルクで死去。気楽曲の他に、モテットも作曲した。彼が1641年に作曲した、心を弾ませのメロディーは、後に、ヨハン・ゼバスティアン・バッハがカウンタータ心と口と行いと生活で、の、イエスこそ我が喜びで引用している。 ありがとうございます。